続いてのトラック競技は男子 110m ハードルの予選です。何組に分かれて行われます。各組の1着と2着以下上位タイム4名が決勝進出となります。その1組は第2レーンを当てて8名の出場です。ファイアマークM ハードルは予選の3組です。8名全員の出場です。
男子 110m ハードルは予選最終組の4組です。第5レーンを開けて7名の出場です。マイアマー、Thank you.